右よし、左よし、前方よし、ご安全に、ご安全に。朝日飲料で一番歴史のある岡山工場。岡山遠かった。今日は初めての密着取材をしちゃいます。それでは早速レッツどんぶらこ。緊張する。目標発見。おはようございます。おはようございます。岡山工場工場長渡辺さん、野球と五平餅が大好き。工場長優しそうでよかった。取材スタート。ようこそ岡山工場へ。ニコ、今日は一日よろしくね。よろしくお願いします。岡山工場では1968年からお客様に届ける商品を製造しています。綺麗な水に恵まれた総社の地で、地域の環境に配慮しながら安全で美味しい商品作りをしています。この土地とは長いお付き合いなんだね。100イヤーズギフト。あ、ラジオ体操。工場では体を動かすことが多いので、朝はしっかり体を起こすことから始めてるんだよ。シャキッと目覚めてきた。あれ、お出かけ、まさかサボり。これから商工会議所での打ち合わせに行くんだよ。商工会議所、ついてっちゃおうっと。商工会議所は企業の経営支援っていう役割を持ってるんで、もっと総社市が発展できるようにみんなで議論して実行しててるんだよ。地域の人と頑張ってるんだね。あ、打ち合わせ終わったみたい。どうでした？今日も活発な意見交換ができたよ。お疲れ様でした。これから工場に戻ってお昼ご飯を食べよう。お昼ご飯？早く行きますよ。ここが食堂だよ。ニコは何が食べたい？ニコはカレーライス。いただきます。はぁ、美味しい。渡辺さん、美味しいですか？美味しいです。みんなお昼休み満喫してるね。午後も張り切って行ってみよう。100イヤーズギフト。これから何するの？これから生産会議を始めるよ。ニコも参加していい？そこはすいません、企業秘密です。チェ。毎年工場長は年経方針っていうのを作って、各部はそれに基づいてやることを決めていくんだけども、今年やろうとしていることを達成できるように方向合わせをしてるんだよ。工場って広くて迷っちゃいそう。しっかりとついてきてね。ラジャ。これから工場内の見回りに行くよ。見回り？従業員のみんなが安全に働けてるかを見て回ったり、お客様に安全で安心な商品を届けられるようしっかりチェックもしに行くんだよ。うわ、でっか。カルピスの発酵タンクだよ。カルピスの発酵は発売当初からずっと守り続けているよ。これからお茶会に向かうんだって。え、お茶会？お茶会って各工場でやってる会になってて、岡山工場でも工場長と従業員の皆さんとのコミュニケーション力向上との目的としてやってる座談会なんだよね。こうやってみんなが仲良く協力しながら働けるんだね。工場長のことどう思ってるかこっそり教えて。従業員全員と一人ずつお話をする機会もあって、現場の従業員のことを本当に大切に思ってくれてるんだな。頼りになる工場長だな。100イヤーズギフト。そろそろ工場の長い一日も終わりです。渡辺さん、最後に100年先の未来がどうなってほしいか教えてください。地方に元気がないって言われて久しいけど、この工場が安心してずっと働ける工場であることによって、小さな力かもしれませんが地域の活力を上げていける源になってほしいと思ってます。アサヒ飲料の工場の取り組みでみんながずっとニコニコできますように。渡辺さん、今日はありがとう。こちらこそありがとう。また遊びに来てね。バイバイ。バイバイ。工場長お疲れ様。今日は普段見られない工場の内側をたくさん見られたね。アサヒ飲料では群馬、富士山、明石の3工場で工場見学をやってるんだって。動画を見て面白そうだなと思った人はぜひ工場見学を楽しんでみてね。次回はシワシワの炭酸の知られざる秘密に迫っちゃうよ。お楽しみに。さーて、次回の動画は美味しいだけじゃない炭酸の秘密。ノートも見てね。アサヒ飲料。